スノコ、まあ浅間神社富士山どうなりましたかね。まあちょっと寄ってみましょうかね。もうほぼ完成のようなそんな状況でしたけどね。ね、当たったでしょ。こっち側なんだね。完成してるんですかね。浅間神社富士山。あとは境内を整えるのかな。鳥居の額塚には富士山です。まあ、浅間神社ですね。はい、もうね、まあ、拝殿は完成してますね。あとは境内をまあ整えるというか、まあ整地ですかね。でも狛犬くんも嬉しそうだね。エビ氷をたばさみ。まあ本殿がね、まあ小高くなってるんで、ああとりあえずまだここはまあ斜めになっている。まあ石段みたくなってますね。ゆくゆくはまあうまく、まあ、接続できるようにするのかな。まあ大屋にね、まあ本殿があります。そこね、ああ山岳信仰ですね。こちらの社紋は、まあ笹なのかな。明治41年9月8日登山、摂取飯塚幸吉、まあ清忠建立。国兵の勝者、出羽神社。官兵中社、合山神社。国兵勝者、湯殿山神社。まあ出羽三山のね、まあ山岳信仰の霊場。でもよかったね、無事まあ拝殿がねできて。じゃあ向こう側行きましょうかね。はい、こちらね、まあ、新しくできた拝殿。こういった、まあ、本殿、浅間神社富士山、御祭神はこの花の咲き姫。いやー、まあ稲荷神社だと思われますけど、明和
ちょっとはっきりしませんね。あ、この茶色いね、大きめのお狐様ね、前挟まってたけど出してもらいましたね。よかったね。これは十二大権現。これは大山祭の御事ですよね。文政九年日の絵犬年九月。これがなかなか読めないんだよね。まあ大権現なんですけど、まあ愛宕大権現でいいのかなって思っちゃうんだけど、難しいね。全く見当外れかもしれないけど。この部分の字だね。あたごの語に見えちゃうんだよね。大権現。こちらは側面に嘉永三年嘉永犬戊春、まあそのようにありますね。これも読めない。ねえ、難しいよね。で、菅原神社です。道真猫。ああ、こういったところにも、まあ、切り株だけ残して、まあ、木があったんだけどね。これいつも言うんですけど、まあ、右肩にね、木敷ってあるんですよ。まあ、俯瞰って書いてあって、まあ、大菩薩。まあ、木敷行者ね。まあ、山岳信仰の行者さんはね、亡くなると、まあ、霊人っていう称号がつくんですけど、まあ、俯瞰さんの場合には、もう、菩薩まで登り詰めてます。まあ、御嶽山、まあ、蔵王大権現。はい。このような、浅間神社、富士山、拝殿が完了して、まあ、境内を整えようかなという、まあ、そのような状況になっていましたよ。ご視聴ありがとうございました。立派になったね。よかったね。